にちは、実況の西岡明彦です。本日お伝えするのはリーグ戦になります。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。入るか、しまったという様子を見せてますね。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。パトリック、このまま行きたい。狙ってきた。シュートは枠の外、かなり惜しいコースでした。ミサオユウト、いいボールを送りたい。最高のクロス、もう少しでしたが枠の外です。止める、弾いた。ここはシュートチャンス、ゴールだ。素晴らしいシュートでした。シュートした瞬間に入りそうな感じがありましたね。パドリック、キーパーへバックパス。このシュートはどうだ。素晴らしいゴールです。上隅に決めました。読んでましたね。ボールを奪いました。体を当てて取る。奪った。藤原ひろき、素晴らしいシュートを打った。あっと、ゴール下隅に決まった。素晴らしいゴールをもう一度ご覧ください。飛んだコースが良かったですね。あれはキーパーもノーチャンスです。これはディフェンスが勝った。クリア。さすがといったディフェンスです。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコア、ハーフタイムに入りました。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。ボールをダッシュ、寄せが早い。シュートは入るか。ゴール。試合を振り出しに戻しました。シュートはキーパーの頭上、クロスバーをかすめて決まりました。ギリギリを狙いましたね。すごいゴールだと思います。これでゲームは振りだ。これは狙います。止める、止めます。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点をどのように狙うのでしょうか。競り合いになりました。ホイッスルが吹かれます。試合を止めました。倒れている選手がいますね。大丈夫でしょうか。選手が外に出されます。ドロップボールからの再開です。人数が少なくなっていますから、マークをしっかり確認しておきたいですね。ゴールキックとなりました。
パトリックが突破を見せる。嫌なところに出されたぞ。通った、いい形になる。シュートを狙う、キーパー弾く。小林、これはファール。の判定です。カードはどうでしょうか。選手を変えてきました。ボールが中盤でカットされました。ボールを運びゴールに襲いかかります。小林誠吾、ゴール。これでリードを奪いました。残り時間はあとわずか。これは決定的と言えるでしょう。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。ディフェンスがクリアします。タイムアップが近づいています。コーナーキックを奪いましたが、同点ゴールは決まるでしょうか。気は抜けない展開です。このホイッスルで試合終了です。